ちらになっております。鈴木鈴木でございます。よいしょというわけで本日はですね、過去にあった企画でさ、はい、くじを引いてね、そのくじの紙に書かれた年代の曲を歌う、はい、みたいな曲があったんですけども、はい、まあ、それとちょっとルーレット企画を、まあ、オマージュしまして合併して、今回はルーレットを回してもらって、そのルーレットに1995年からここ最近2023年までにいた年代をランダムにね、ピックアップしましたので、はい、それに当たった年代のヒットソングを歌ってもらう。おだからカラオケの登壇曲じゃなくて、その年に売れたヒットソング。あー、そこを調べてもらって歌ってもらうと。これは1人2曲でいいか。2曲ずつ。わかりました。で、今回その知りませんなしだから、絶対そういうヒットソングどれかを歌うね。確かにね。オッケーオッケーオッケー。それでやっぱ最低が低くなるのはしょうがない。しょうがない、ね、感覚で歌うしかないもん。しょうがない。本当に完全感覚だよね。完全感覚。35歳にもなって感覚でまだ生きてる。うん、完全感覚トリガー。どうも皆様、鈴木鈴木でございます。私たちファンクラブやっております、はい、月か木金と投稿しておりまして、はい、今後ねファンクラブ限定のライブをしていこうと思っていますので、うん、ぜひ概要欄にねファンクラブのリンク貼ってあります、はい、月額330円なのでぜひ入ってください。最近加入すごいんでしょ。最近すごい。最近加入が、そう、ね、ありがとうございます。そしてですね、今 TikTok 春のキャンペーンということで、ハッシュタグ鈴木鈴木春のキャンペーン、このハッシュタグをつけてもらって、はい、鈴木鈴木の動画なら何でも OK です。鈴木動画、鈴木鈴木の自分で作ってくれた動画、はい、それを投稿してもらって、まずいいね数上位3名、はい、そしてトムとセイナ個人的にいいなと思った動画の個人賞、それ計5名の方にね豪華な特典がありますので、ぜひ概要欄からチェック、そしてご参加のほどよろしくお願いします、はい、もう少しですよ。もう少しですね。今月末までなんで、はい、頑張ってください。頑張ってください。全部見てます。ということで今回は連打やつルーレットで採点やっていきたいと思います。鈴木鈴木、じゃあ今回はセイナから選挙でいいんじゃないかなって、まあ僕がね最近選考続きなので、はい、でちなみに今回ルーレットの画面ちょっと見せてもらっていいですか。非常に気持ち悪いです。非常にね、うわーかかれて見えるそれ、こんな色もあるんだってじゃあ選考セイナまずね一回回してもらって、そっからですからね。ルーレットスタート。セイナさあ、なんてんだなんてんだ1997年です。はいはいはい、はい、ありがとうございます。だいぶ前、俺の文が生まれる前だしね。生まれる前だ。今年26歳の方が生まれてました。わっ鈴木鈴木。ちなみにこれは今回ね、その年のヒットソング別に50までの中から選んでるから、はい、うん、それでいきましょう。1曲目いきましょう。あなた何歌いますか。魂のルブラマイナス5で私に帰りなさい。すげえ。記憶をたどり優しさと夢の源へ、もう一度星に惹かれ生まれるために、包まれた素肌がすごいな。すごいわ。時の中で静かに震えてる命の行方を問いかけるように、指先は私を求める、散り急ぐ鮮やかな姿で私に帰りなさい。生まれる前にあなたが過ごした第一へと、この手に帰りなさい。めくり合うため奇跡は起こるよ。何度でも私のルプラめっちゃ気持ちよさそうやん。うまい。限りある永遠を探して私に帰りなさい。記憶をたどり優しさと夢の源へ。
96.718、セナの誕生日ということですね。おう、おろ、しよしよし、覚えてるじゃん。ほんまにこの曲はキー変えるとあの B メロが全然わかりません。全然何か地味にむずいあの音程。あ、なんかそう、わかるわかるね。なんかね、脳じゃわかりにくい音程なの。命の行方を、うんうん、っていうのキー下がった瞬間にもう転調だよ、B で、うん、されてるから、あ、ここでもう俺の思考が止まったって鈴木鈴木では、僕が行きます。年代カラオケスタート、スタート。じゃあ2000年代来てほしいな。2000年欲しいね。1995年です。なんだその、生まれる前対決はマジでやばい。1995年はまた俺金玉だよ。金玉、金玉、金玉ですらない。鈴木鈴木、ということで行きますか。はい、ということで歌曲発表お願いします。はい、ミスターチルドレンさんのチモローネバノーズ、これはマイナス3で歌います。マイナス3ね。とどまることを知らない、時の中でいくつもの移りゆく街並みを眺めていた。お皿すぎて消えた、帰らぬ夢の面影をすれ違う少年重ねたりして、無邪気に人を裏切れるほど何もかも欲しがっていた。分かり合えた友よ、愛した人でさえも痛みはいっそ引き連れて、
これいったんじゃん。セイナ何点だっけ。セイナ 96.718、 うん、だからこれなんだよな。うわ勝てんじゃん、僕から4点ぐらいいくんだよ。まあでもこれちょっと言わせてもらうと、うん、セイナが歌ってくれたのよ。あ、そうなんだね。そう、ね、それもあってうまくね、ピッチも取れたし、次は2000年代想像して行きたいね。だってこれで99だったらもうお金いっぱいよ。もうお金いっぱいね。鈴木鈴木じゃあさ、セイナさんですね、成功いきます。はい、せーの。さあここですよね。ここ2000年代欲しいね。2000年代めちゃめちゃ欲しい。欲しいね。2003年。あ、2003年。なるほど。あんま変わらないけど、変わらないけど、まあ知ってる曲多いんじゃないかな。2003年。鈴木。さあこっからだよ。まだ知ってる曲がねあるんだよね。イメージが多いけど全部歌えるのか。そうか、世界人。いやー世界人聞きたいな。俺聞きたい。世界人行こう。聞きたいよ。世界人行こう。1位。いいね。2003年。うわ1位。世界に一つだけの花。スノープさんで行きましょう。あそれぞれ好みはあるけど、どれもみんな綺麗だね。この中で誰が一番だなんて争うこともしないで、バケツの中誇らしげにちゃんと胸を張っている。それだ僕ら人間はどうしてこうも比べたがる。一人一人違うのにその中で一番になりたがる。そうさ僕らは世界に一つだけの花、一人一人違う誰を、その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。いや、いい曲すぎるし、うますぎる。やっと店が出てきたその人が抱えていた色とりどりの花束と嬉しそう確かに虹めちゃめちゃ多かった。おおうわ、さあ、たぶんこれがあるんだよね。一番いいやつ、ここなんだよ。これでいこう。うわぁ、そんなわけでくれないの。じゃあ、俺の場俺はダメだと。AI 感性が悪いって言ったらいいんか。じゃあ改めていい曲だな。とんでもなかったね。歌詞もすごくいいし、なんか昔の思い出したし、ちょっとこういう曲作ってほしい、今度我々に。うん、じゃあ世界に3番目の花とかやってみよう。じゃああなたは不妊っぽそうじゃないの。なんでやねん。あ、1番は奥さんで、うん、2番目は娘で、娘か、3番目は地方の地方の地方の最悪だね。
鈴木鈴木。さあラスト高校トムでございますけども、そろそろ最近の曲お願いしますよ。はい、じゃあ僕が最後にいきます。せーのーポン。だって2023とかむずいよ。くそピンやった。お2016は多分乃木坂さんとかじゃないかな。先生くわー2016マジ。いやちょっとね、目疑ったの最初マジと思って。あーその時代だ。そうもかもろそうだ。うやばい。いや俺このサイトで歌えるのはミュースさんの恋を知らない君へか、うん、星野源さんの恋いやーそうね、俺この2曲しか歌えないかも。星野源この2曲歌ってますからね。俺がねこれもう本当に無理だったら人にお願いコーナー入るよ。マジで分かんない。いやもう無理だったらしょうがないよ。それお願いコーナー行こう。これ皆様、どうもチョミでございます。あー、まだ飛ばさないでください。本当に毎回恒例になってしまってるんですけども、この年代で僕歌える曲がないと、これでは、どうかもう一度だけ回させてください。お願いします。それでは、審判、VAR チェック入ってもいいですか。この2016年って結果となってるんですけど、これ待って、これ分かんな、これ出て、これ2017、ちょっと待って、俺今、俺めっちゃ目に、めっちゃ見るのね。 0.01 ミリぐらい2017年。そう、三笘さん、三笘さんやね、これ三笘さん2017年。ありがとうございます。鈴木鈴木 OK。 よっしゃ、何で歌えよ、発表お願いしますよ。星野源さんのファミリーソング。いいねー、俺が当たるか。なんだ、タオル
わ、出たよまたこれ。うわっ、うわーさあーすーまただよこれ、うわーまただよこれ。一回完成ボーナス高、いやすごい、多分2連勝やった。いやでもまたこの曲も助けられました。ちょっとせーの、懐かしすぎてやばい。いやばかった、俺高校時代だからこれ。確かにね、ガッツリ高校時代よ。もうあの一発でやどうして最後さ、結局2人で協力したいみたいな。あ、いいじゃんいいじゃん。で、ボーナストラック行こう。これマシマシ、あ、じゃあマシ、うん、じゃあ行きますよ、最後2人で一緒にね。お懐かしいの来ないから2015で、その16あったりまずいんでしょ。15でしょ。 AKB が独占してんじゃない。15あったらまだ大丈夫かな。来た、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、2015年来ちゃったよ。ちょっと怖いんだけど俺本当に。鈴木鈴木、では最後 All for you 元気で歌います。 All for you、 はい、お願いします。お近く私せー All for you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 。 やばいやばい。 Anytime 一人きりでもきっと僕は生きてけると強がりを並べた。あの思い描いたほど強くない分が俺には気づけば Body and Body まで Sleeping 夜の狭間布団を開けたんだ。君のその眼差しが僕に語りかけた。 Don't you cry, don't you cry。君だけでかい釣り